今週はステップ6、メジャーコードのテンションのやり方について説明したいと思います。先週、先々週とドミナントセブンスコード、マイナーセブンスコードのテンションのやり方について説明させていただきました。残るはメジャーコードとなります。C メジャースケールを例にとって弾いてみたいと思います。ですね。この場合にこの1番目の音は1として、2番目の音はナイスとして、そして3番目のサード、で4番目の音はこれはアボイドの音となりますのでテンション2としては使用しません。そして5番目の音はフュース、で6番目の音は今までサーティンスとしてご紹介してきましたが、ここでは6番目の音として示します。そして7番目の音はメジャーセブンス、三角形のセブンスとして示してあります。楽譜はそんな風に見てください。では、ナイスとシックスを使う場合ですが、これはメロディーに9、5、メジャーセブンス1がある場合にサウンドします。こういったサウンド感になります。これは別のコードの場合も同じように捉えてください。例えばという場合は、これは、テンション入ってませんが、B フラットの5番目の音がメロディーに来ているということになります。次は E フラットのナイスの音がメロディーに来ているということになります。またはこれも B フラットの3番目の音がメロディーに来ているという解釈意味となりますので、次に、テンションに、ナイスとメジャーセブンスを使う場合、全て同様に考えてくださいね。メロディーに9、それから5、そして6、メジャーセブンスがある場合、こういったサウンド感になります。9と6ですねを使う場合と9とメジャーセブンスを使う場合っていうのは、メロディーが被っている同じ音が可能な場合がありますが、これは曲によってまたはその流れですね、忘れる流れによって、あと好みによって、どちらを使うかっていうのはこの好み、曲によりますね、という形になります。または、テンションに、メジャーセブンスのみを使う場合はこれはメロディーに3番目の音があるときのみです。それから、テンションに6番目の音6を使う場合というのはこれ使いにくいんですが、かろうじてメロディーに1がある場合に使用可能な、場合があります。うまく使わないとサウンドしないですが、それから、テンションにアドナイスを使う場合ですが、このアドっていうのは負荷という意味なんですが、アドナイスという指示があった場合、よく見かけると思うんですが、これは必ずナイスを使用してほしいということですので、これはもうメロディーは何であっても使用可能です。して使用することができます。これも、曲に当てはめて説明したいと思いますが、ダニーボーイの方はこれ楽譜は先週の状態ですので、ドミナントセブンスコードとマイナーセブンスコードにテンションが入ってます。あと、今週メジャーコードにテンションを入れますと、テンションが入った状態になるわけですが、1小節目の F のコードっていうのは F のコードの3番目の音がメロディーに来ていることになりますから、先ほどのこのマニュアルに沿って考えますと、メジャーセブンスのが入れることができるとなります。で、2小節目の B フラットはメロディーに、6番目の音が来ているわけですが、コ
構成音とメロディーが近いので、もうここは何つしか入れることができないですね。また3小節目の、F に関してはメロディーに5番目の音が来ているわけですが、ここは、ナイスとメジャーセブンスを入れました。で次の B フラットは3番目の音が来てますので、ここはメジャーセブンスを入れることができます。他のテンションに関しても同様に、捉えてください。ではダニーボーイを、メジャーコードにもテンションを入れた状態で弾いてみたいと思います。来週はサウスフォーカーセブンスコードの使い方と、それから代理コードについて説明したいと思います。